車内事故防止のため、扉が開くまで。
そのままでお待ちください。Thank you.
JR 中野駅ですね、結構人出が多いですね。人の動きいうのは、ね、東西線の中野ともつながってますから人の流れは多いですね。